英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか。NHK 最新ニュースを使って英語力、そして英語を学びながら情報力もアップしていきましょう。超高齢化社会の日本、介護問題に直面というこのニュースを使って私たちの社会問題について英語を学びながら情報力アップしていきましょう。まず字幕ありで、英語字幕ありで確認してアウトライン見ていきたいと思います。次に英語と日本語字幕を活用しながら難しい単語表現、そしてニュースの詳細、そして英語を声に出しながらスピーキング力アップなど英語力情報力どんどん上げていきましょう。3番目は総復習ということで、同じニュースを字幕なし、英語のリスニングだけで聞き取れるかどうか復習していきたいと思います。学習の際 5W1H When, Where, Who, What, Why, How という疑問を持ちながら見ていくといいと思います。疑問の答えを見つける感じで集中を高めながら学習していきましょう。英研究家チャンネル視聴者の皆さんにとって英語学習に使えるな、情報力もアップできるなと思ったら、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは今日本社会で何が起きているのか、将来何が起ころうとしているのかなどなど、英語を学びながら情報力を上げていきましょう。 Let's get it started。それでは左側の NHK ワールドニュース、右側の原稿ありで見ていきましょう。読まれているところ、原稿に関数を合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。では、Let's try to understand the outline of this NHK ワールドニュース with English subtitles at first. Let's try it. では、字幕ありで見ていきましょう。Japan's Industry Ministry will start an experimental project in August.Supporting efforts by smaller businesses to help employees balance work and nursing care. The number of people providing nursing care while working is increasing as Japanese society ages. The government estimates these carers will exceed 3 million by 2030. Some small and mid-sized businessesses.Are having difficulty introducing a flexible working system, and personnel are not well versed on nursing care systems. The ministry plans to designate businesses and organizations by region and provide consultations. These groups are then expected to support smaller businesses in establishing in-house systems. The ministry says the project will run until the end of this year.どうでしょうか。字幕代わりで見てみましたけれども、日本の超、高齢化社会ですね、まあ、2030年までに300万人が働きながら、まあ、介護をしないといけない、まあ、そういう状況に直面するだろうということで、まあ、政府がですね、対策に乗り出しているというこのニュースですね、見ていきましょう。さあ、どんな内容になっているのか、左の英語を音読しながら日本語の字幕も参考にですね、しっかりと情報力、英語力上げていきたいと思います。では英語を話すことに慣れてスピーキング力を上げるために、まずですね、このパートを音読していきましょう。 Japan's Industry Ministry からですね、 Edges までいきたいと思います。 Japan's Industry Ministry will start an experimental project in August supporting efforts by smaller businesses to help employees balance work and nursing care. The number of people providing nursing care while working is increasing as Japanese society ages. ということで、日本の経済産業省ですね、インダストリーミニストリー、中小企業、従業員の仕事と介護の両立を支援する実験プログラムを8月から開始する。高齢化社会を迎え、働きながら介護をする人の数は増加しているということですね。もちろん高齢化社会になってくると当然、まあ、こういう問題に直面するということです。さあ、では、ここですね、エクスペリメンタル、実験的なですね、エクスペリメンタル、8月から実験的に、行うということで、まあ、スモールビジネス、まあ、中小企業を支援していくということですね。なぜかというと、働きながら、まあ、親御さんのナーシングケアですね、ナーシング、まあ、介護をするという人たちが本当に増えてきているということです。それでは次のパートを音読しながら悩みていきましょう。 The government からですね、ケアシステムまで見ていきましょう。The government estimates these carers will exceed 3 million by 2030. Some small and mid-sized businesses are having difficulty introducing a flexible working system, and personnel are not well
burst on nursing care systems ということで、政府こうした介護職2030年までに、300万人を超えると予想している。どういうことかというと、働きながら、まあ、親御さんなんかを介護する人たちですね。中小企業の中には柔軟な勤務制度の導入に苦労しているところ、介護制度に精通していない職員もいるということですね。本当に働きながら、まあ、介護をするということが必要になりますけれども、本当にバランス、難しいと思います。制度の導入などなどですね。さあ、ここはですね、フレキシブルというのは柔軟なというんですね。フレキシブルワーキングシステム、まあ、柔軟に働ける、介護をしながら仕事もできる、そういう柔軟なシステムが必要。 Personnel are not well versed on nursing care system ですね。この versed チェックしておきましょう。まず発音ですけども versed experienced or skilled in 何々について技術があるとか知識がある、経験がある。Versed。ここは、are not well versed on nursing care system ですから、まあ、介護システムなんかについて、versed、知識がしっかりとしている人たちがいない場合もあるということですね。それでは最後、The Ministry Plans to からですね、This year までお抜きをしながら内容を見ていきましょう。The ministry plans to designate businesses and organizations by region and provide consultations. The groups are then expected to support smaller businesses in establishing in health systems. The ministry says the project will run until the end of this year. ということで、経済産業省、地域ごとに企業や団体を指定して相談に応じると。これらの団体、中小企業が医療体制を確立できるよう支援することが期待されている。ということですね。経済産業省によると、このプロジェクト今年度末まで、続くと。エクスペリメンタルですね、まあ、実証実験的に行われるということで、日本の超高齢化社会、今後こういう問題ますます出てくる、増えてくると思いますので、先手先手で手を打つ、システムを確立するというのが本当に大切になってきていると思います。さあ、ここですけども、ここ designate ですね、これは指定するという意味です。designate 覚えておきましょう。さあ、では日本が直面するこの社会問題ですね、英語を話しながらスピーキング力アップ、日本語字幕を活用して情報力アップ、そして単語表現もしっかりとチェックできたと思いますので、次はですね、総まとめいってみたいと思います。同じニュースを今度は字幕なし、英語のリスニングだけで NHK ワールドニュースの映像とともにですね、振り返りながら学習した単語表現内容振り返って、英語力情報力上げていきましょう。Let's review this news, this time without English subtitles. Let's try to understand every details only by listening English with NHK World News footage. Let's try. さあ、それでは集中してみながら復習していきましょう。Let's review this news. Japan's Industry Ministry will start an experimental project in August.Supporting efforts by smaller businesses to help employees balance work and nursing care. The number of people providing nursing care while working is increasing as Japanese society ages. The government estimates these carers will exceed 3 million by 2030. Some small and mid-sized businessesare having difficulty introducing a flexible working system, and personnel are not well-versed on nursing care systems. The ministry plans to designate businesses and organizations by region and provide consultations. These groups are then expected to support smaller businesses in establishing in-house systems. The ministry says the project will run until the end of this year.さあ、いかがだったでしょうか。字幕なしでこのニュース見てみましたけれども、しっかりと詳細学習した単語表現、リスニングで聞き取れましたでしょうか。たくさん英語を聞いてリスニング力アップ、知らない単語表現を覚えながら語彙力表現力アップ、そして音読やシャドーイングをしながらたくさん英語を話してスピーキング力もアップして、英語の総合力をどんどん上げていきましょう。そして日本が抱える問題などなど、世界日本の情報をしっかりと英語を学びながら上げていきたいと思います。日本の社会問題の一つ、超高齢化社会に入って、
介護問題ですね。働きながら、まあ、親御さんなんかを介護しないといけない人の数がどん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 増えている。なかなかフレキシブルに両方を両立させるのは難しいということで、今回試験的にですね、制度が導入されるというこういうニュースでした。いつまでも心身の健康、それが一番大切ということですよね。さあ、皆さんはどんな新しい単語表現と出会い、どんな情報を得て、どんなことを感じましたでしょうか。英研究家事チャンネル、こんな感じで最新のニュースを使って英語力とそして情報力をどんどん上げていける、そんな動画を配信していますので、視聴者の皆さんにとって英語学習に使えるな、情報力もアップできるな、いいなと思った方はチャンネル登録、高評価ボタンクリックよろしくお願いいたします。お友達で英語を勉強している方がいる場合は、 YouTube に英研究家事チャンネルという英語学習に使えるチャンネルがあるよということで、宣伝、チャンネルのシェアしていただいてもとっても嬉しいので、そちらの応援もぜひよろしくお願いいたします。一緒に英語力、情報力ぐんぐん上げていきましょう。Thank you very much for watching my videos, and I hope you enjoyed it. And we can get new English vocabularies and information from this NHK World News. It's wonderful. Have a good day. Goodbye.